秀吉戦記の強敵を撃破せよ。今週は一箇所5回倒して別のターゲットへ移動しています。さて今宵は山崎の戦い一矢を報いる紳士貞綱を倒します。ボーナス英傑は魔行武田信玄で全体しびれ攻撃をしつつ横削りします。1万台のダメージを与えます。鬼神石で知力を上げてやるとダメージが上がるそうです。三好長慶で全体を横削り1体に2万、他には1万4000のダメージを与えます。森蘭丸で生命が多い敵1体を攻撃します。今回は敵1に3万6000台のダメージを与えています。以前は右下のサブ画面の通り PC も攻撃していましたが、今回は英傑にお任せしてみました。その結果、見ているだけなのは楽ちんです。